はい、今日のハーチャンネルは、紅白歌合戦のフィッティング、衣装のフィッティングをこれからしていきたいと思いますので、その様子をお届けしたいと思います。可愛い衣装をちょっといろいろ着てみたいと思います。すごい可愛いんですよ。あれ、まず用紙で見てみて。はい、おすぎです。よろしくお願いします。前半の他のキャストさんの衣装のバランスを見つつ、今回決めれたらなと思って、今回その紅白のテーマはカラフルということで、カラフルな、カラフルよ、はい、いつもと違う一面を出していきたいなと思っています。はるなさんリクエストの、そのただ可愛いだけじゃなく、ちょっとかっこいい一面を出したいということで、結構スーツのスタイル、パンツルックを多めにしたいなっていうのは思ってます。3つしかないからね。そう、もうね、いっぱい着せたくて困ってるんですよ。ちょっとじゃあ前半、うん、前半想定のものから着てみましょうか。行ってみましょう。はい、超綺麗だね。綺麗、うん、紫だね、小泉さん。小泉さん紫、ワインレッド、うん、ちょっとかっこよく、うんうん、で、本番こうインナーを装飾にしてもちょっと見えなくてもいいし、これさ、うん、見えなくても可愛い。そうそうそう、これらしいんですよ。前半全部。そう。かわいいじゃん。うん、かわいいです。とても。うん、次、例えば2ポーズ目。ポーズ目。かわいい。うん、多いんだけど着るとそうでもない。うん。かわいい。これか。はい。もしくは。これも結構おすすめなんですよね。それかわいいよね。すごいね。それこれ着てみようよ。うん。
これ怖いですね。でも美しいけどね、このメロディー。最近は30日僕はこれでスッキリした。はい、はい、はい。